はい、どうも、第2回目ラジオトークなんですけども、ちょっと話が変わりまして、お金にまつわる話したいなと思ってます。実際これ私が、経験している話でお話できる話ですね。いうことで、まあこんなことありまして、実はこれ前振りがあったんですけどね、インドネシアのジャカルタに今出張行っている時にですね、その日の夜、まあ夜行便で私マニラに、ジャカルタからマニラに入るっていうフライトがあったんですけど、そのまあ当然ジャカルタ発って当然0時とか1時とか深夜なんですよ。大概なんか深夜のフライトで、で、深夜なんで、取引先のお客さんと、晩飯は一緒に食えますねと。ほな、晩飯終わってから、私は空港へ移動しますわ、いうことで、晩飯食べてたんですね。で、その時に、今から考えたら前振りだったんかなと思うんですけど、そのお客さんが、何日か前ですかね、同じくジャカルタから、台湾の方へね、移動した時に、それも当然深夜便なんですよ。エコノミー座ってまして、で、気がついたらですね、自分のカバンの中から現金が7万円ほど抜かれてましたということで、自分の座ってる席の頭にね、現金入れたカバンを置いてたんですけども、亡くなってましたと。で、その被害者は、彼だけじゃなくて、もう何人もいたみたいで、結構なんかその深夜便なんで、カバンを取って、現金を取って、また戻しとくみたいなね、そんなことが、非常にジャカルタ発の夜行便では、結構発生してました。で、やられたんですわという話になって。で、そうなんですか、そんなことがあるんですかというのを聞きながら、ジャカルタからマニラへの夜行便の、P 航空に乗ったわけですね。私当然ビジネスだったんですけどね。で、それを聞いてたからちゃんとやっときゃいいんですけど、ビジネスやし大丈夫やろ言うんで、2個あった財布で1個は自分のポケットに、10万円とかそんなレベルのお金は入れてて、それ以上のお金はちょっと分厚くてポケットに入らなくて曲げれないんで、カバンの中に入れて頭上に入れてたんですよ。で、当然そこはもうドルも入ってて円も入ってて、あとインドネシアルピア、ペソも入れててね。だから結構分厚いんでポケットに入らないんで頭上に入れてた。それで夜行便、当然も深夜1時のフライトなんか、寝てしまいますよね。で、あの時にね、今から思い出したらそうだったんですけど、私ちょっとお金の方が気になってたから、途中で、自分の頭上にカバンがあるかをチェックした動作をしたんですよね。その時にね、私の後ろの席の人がチラッてその行動を見てたんですよね。で、彼がやったんかな思うんですけども。で、夜行便で寝てるでしょ。で、マニラ空港に着いたと。それで、ポーンと音鳴って、頭上のカバンが取り下ろせる状態になったと。で、カバンを取った時に、なんかチャックがちょっと半分開いてたんで、あれって思って。で、一応念のため開けて、ちょっと財布入れてたんでね、長財布。で、見たら、ペソとか、ルピアとか、そっちは1万、ペソぐらいあったかな、ルピアやったら、200万ルピア、だいたい2万円とかね、そのぐらい入れてた。結構な、分厚さ。でも、それ以外に入れてた、日本円と、US ドル。
合計20万円分ですけども、それがきっちりとなくなってたんですよ。でびっくりしてしまってね、うわやられたって思って、で降りる寸前に、まあビジネスなんで一番前のシートなんで、あのそこのエアクルーのスタッフにね、キャッシュが全部なくなっとるっていう話をして、私のドルと円がなくなっとるって、財布見せたら、いや入ってるやないかって、いやこれはルピアとペソやと、私のドルとあの円がなくなってるんや言うても、やっぱり信じてもらえない。そこだけ抜かれてるから、実際キャッシュあるんでね、他のキャッシュ、他の通貨のキャッシュはあるんで、だから信じてもらえない。ほんで、いやでもそれでもねやってるんやと、なくなってるんやって言ったら、なんかまあまあ地上のスタッフともコンタクト取りながら、どうするんやどうするんや、わわわ、とりあえずドア開いてもみんな出れない状態でなったんですね。でどうすんねやと、でまあまあでも証拠がない、キャッシュ抜かれてるんで証拠がない、でもその財布の中には他のキャッシュはあるんです、他の通貨の、いうので、とりあえず地上スタッフがなんかお前はそういうとこを連れていくから、そこでクレームせえとかいうことになって、でその時に私の後ろの席のやつがね、俺ら何もやってねえよ、みんな寝てたんだから誰も開けてねえよねとかって、こうそういうことを言い出して、一番にね、でエアクルーのスタッフもね、まあまあそうよ、誰もみんな寝てたよ、俺も見てたよみたいなことを言うてたんですけどね、でもやっぱりみんな、ね、私は完全寝落ちしてたんで、見れてなかったと。まあそれでエアクルーのスタッフから、じゃあこの150人ほどの乗客をずっとこのままの状態で待たせるんかと、もうちょっとダメですかと、地上スタッフがねそういうとこに案内するから、そっちでもう話つけてもらえませんかみたいなことを言うから、まあしゃあないなと思って、私だけ一人飛行機に残って、あと全員出たんです。で、地上のスタッフが来てね、じゃあ案内しますっていうことで行った、連れて行かれたところがなんとロストラッケージのとこですね、カバンなくしたところとか、そういうところのなんか飛行機内で、カウンターがある、そんなとこ連れて行かれて、でそこに話伝わってるんやんと、全く伝わってないで、どうなってるんや言うて、ね、こうこうこうでキャッシュなくなったんや、あキャッシュそれはでも何にもできんでとか言われながら、とりあえずここの紙に書け言うて、なんか英語でブワーって名前から何から書いて状況も埋めて書きましたわ。でももうその段階でこれはダメやなと思ったんで、やっぱりキャッシュ抜かれてたら証拠もないですしね、例えばカバンやそんなんなくなってたらそれごとが証拠になるんでいいんですけど、でまあまあ諦めて、もうしょうがない、これ自分の落ち度やと、鍵もかけてないですし、いうのでね、諦めた話があります。でまあその後は日本帰った時に、まあ、日本人の P 航空のスタッフさんには電話してね、その状況を話しましたけども、まあまあ一応説明だけいうことでね、まあこんなことが実はあったんですよとは言って、まあそれっきりそこの P 航空からの折り返しの電話もありませんし、何もありませんし、まあまあまあしょうがないですわね、証拠ないんですから、いうことで、P 航空のビジネスクラスで頭上に置いてたカバンから20万円がすられましたという話です。でまあフィリピン着いた時にね、スタッフ、事務所のスタッフにこんなことあったって話したら、なんかフィリピンの有名女優さんが香港でまあジュエリーとかいろいろ買い物して、同じくカバンに入れて頭上に入れてたと。でまあビジネスでね、ビジネスクラスで帰ってきた、やっぱり綺麗さっぱり取られてたということが事件であったらしいです、ニュースになったらしいです、何年か前の話か知りませんけど、それ、あ、まあこの話するのはもう2015、6年の話なんでね、それよりもまた何年か前にそんなことがあったらしい。で、まあそれ女優さんやから、やっぱりテレビで言うわけですよ、私こんなことあったんですよ、 P コークのビジネスに乗ってジュエリー全部なくなりましたとか言うてたら、なんか自宅に送り返されてきたらしいですわ。そんな話があったっていうのをうちの事務所のスタッフが言ってくれて、あーそうなんやっていうので、なんかそんな、なんかシンジケートあるんかなとね、組んでるようなね、
乗客か何か、うん、分かんないですけど、まあそれがやられましたっていうね、一つのお金の話です。もう一つ、あと二つほど簡単ありますけど、もう一つはですね、まあ当然私事業ね、フィリピンで事業をやってましてね、まあある商品を売った時にですね、キャッシュオンデリバリーにするわけですよ。やっぱり前金で、まあ大体前金に払ってもらって物を納めるいうパターンなんですけど、そのローカルのお客さんだけはキャッシュオンデリバリーにしてくれということになって、でまあ現金で払ってくるんやろうなと思ったら、ある銀行のマネージャーチェックで払いますということで来たんで、まあマネージャーチェック言うたらね、通常はね、これ超安心な現金に次ぐ、まあ現金で言っても偽物のお金もありますけどもね、まあそれはまあまあそんなあれはないとしても、まあその次にマネージャーチェック言ったらやっぱり信用度の高い小切手なんで、個人のプライベートチェックなんかで、まあ、お金をもらったとしても、それを現金化しようと銀行にデポジットしたら、実はもうその口座にはお金がなくてもうダメやとかね、まあ、途中でキャンセルされる場合もあるし、まあちょっと危ない、現金化でデポジットするまではまあまあ確認できるまではね、やっぱり物も渡せないというところが、まあマネージャーチェックなんで、これは安心やなということで、マネージャーチェックを受け取って、まあ、銀行にデポジット化する前に、まあまあ商品を渡して、まあそれ金額はだいたい35万ペソぐらいですね、今当時のレートで70万円、今やったら80万円以上になると思うんですけどね、まあそういう取引をしまして、で銀行にデポジットしましたと。そしたらちゃんと現金化されて、まあ入金してになったんですけども、数日後にマネージャーチェックは、その発行した銀行に持ち込んだら偽物やということが分かりましたと。だからこの一旦入金したこの35万ペソはもう現金化できません、ゼロですって言って、もまたマイナスついたんですよね。で、はぁってなって、マネージャーチェックで偽物あんねやってなって、で、まあ、次に取るアクションとしたら、まあ、騙されたんで、じゃあ、ちょっと警察沙汰にするか、まあまあ、どうするかいうことで、まあ、そのマネージャーチェック返してくれっていう話をしたんですよ。そしたら、その銀行さんはですね、いや、このマネージャーチェックはお返しできませんって、はぁってこうなって、の私から見ても、こちら側からしても、全く証拠も何にもないわけですよね。もう物をタダで持っていかれただけで、35万ペソ分の物を。いうことで、まあ、マネージャーチェックの返却もなし、まあ、当然警察に、ポリスにね、言って、警察を動かすこともできない。いうことで、泣く泣く泣いたという話。35万ペソ、当時で言ったら70万円ですね。これまあただこれもなんかそこの銀行で信じ系統あるんかなと思わざるを得ない案件でしたね。おかしいね、マネージャーチェックが発行できる段階でね、でまあまあそれがやっぱり偽物やと分かって、それを返してこないっていうのもおかしいんでね、まあ仮に返してきて警察ポリスを動かそうとしても、まあまあある程度ちょっとお金を積まないと動かないパターンもあるんでね、まあさらにマイナスを増やすことにもなるんで、もうこれもしょうがないなと。でまあ相手の方はね、我々の事務所も知ってるわけなんで、まあまあ逆恨み、逆に逆恨みされてバフィオンっていうこともありえますしね、もうしょうがないなと。35万ペソどないかなるわ。まあまあまあ利益も含んでの35万ペソやから実損失はもうちょっと低いんでね。まあもう勉強代やいうことで、まあスタッフがだいぶ泣いてたんですけど、まあしゃあないなということで泣いたと、いう、ことでした。はい。三つ目ですね。三つ目は今現在進行形で、動いてるんですけど、まあこれは知れた金額なんですけどね、リトル東京の横マカティシネマスクエアのとこに、まあB なんちゃらコンっていうコンドミニアムありますよね。日本人の駐在員の方もたくさん住んでる、まあ場所ですね。まあワンルーム系で1ヶ月、まあ2万5000ペソ3万ペソ
家具付きの、まあまあそんなレベルである部屋なんですけどね。そこうちのスタッフ借りてましてね、まあ25,000ペソ1ヶ月家賃でね、で2年借りたんかな。でまあ借りるときに2マンスデポジット1マンスアドバンスっていう格好で、2ヶ月の保証金プラス1ヶ月前払いみたいな、こんな条件、大概大体こんな条件なんですけど、それで2ヶ月分の保証金ね、5万ペソ払ってたわけですよ。で、2年経って、まあ、場所変わるっていうことで解約にしましたら、そのオーナーがですね、2ヶ月分の保証金5万ペソを返してこない。全く。で、今1年経ってるんですけど、全く返してこないんで、うちの弁護士経由でもレター書いて送ったりとか、してるんですけど、であとそこのコンドミニアムのマネジメントの方にも連絡取ったり、弁護士からも連絡取ったりしても、絶対その取り次がないし、何も行動を起こさないですよね。ここもなんかあるんかと思いながらも、まあそういうね、保証金で前払いしても出る時にその保証金は返ってこないっていうパターンも多々ありますんで、こういうのも長期でもしねレンタルされる方、きっちりとした契約書を交わしてね、やっておかないと、まあ信用できるね方から借りないと、まあ保証金取られるパターンもありますよということで、これ私部屋番号忘れたんですけど、概要欄の方にね、B なんちゃらコンのコンドミニアムのユニット番号何番というのを書いときますわ。もし万が一、もしそこに日本人の方でも住まわれてるならね、出るとき保証金分返ってこないと思うんで、それ逆算して逆に払わん方がいいかもしれません。いうことで、まあそんなことをね、今回ラジオトークでお話しさせていただきたいと思います。はい。まあ、これ以上に実はもっといろいろなお金にまつわる話はあるんですけども、これはちょっとお話はできないレベルになってきてます。実際フィリピンでビジネスされてる方で、そうですね、1年2年でまあまあ利益が出て軌道乗ったっていうのは思わない方がいいです。やっぱりね、4年5年目からが本当のビジネスの勝負っていうことで、それはね、まあ、その時期が来た頃にお分かりになるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これ以上はちょっとお話できません。お話するとですね、ナンパラさんにマニラ湾に浮かんでっていう曲を書いてもらうことになると思うんでね、まあ個人的にね、私と仲良くなった方には、まあ別でお話はさせてもらいたいなと思いますけどね。まあ実際フィリピンでビジネスするいうことは本当に大変なことなんで、ちょっと言えないこともあります。ということで、まあこんな締め方になりますけども、はい。第2回目のラジオトークでした。はい。どうも。